刑事課鬼の取調室。ヒロさん。なんだ、ノーソン。今回も取り調べの時間がやってきました。うん、前回の容疑者は本当にひどかったからな。何にも資料用意してなかったしな。あの太郎は全く、ところがですね、今回も同じ容疑者を捕まえてきちゃいました。なんだと？おい、もう一度名前を言ってみろ。フジテレビ剣団でライオンの阿久津です。お前前回ひどかったぞ。うん、お前あれだろ、フジテレビのノイタミナの担当してんだろ。はい。前回の罰として今お前が知ってるサイコパス2と劇場版サイコパスの情報をここで洗いざらい言ったらどうだ。どうなんだろ。そうですね、新キャラが出るとか言っていいのかな。いいよ、新キャラが。まあ、生方さんとか参加されますから2期は。そう、新しい脚本が、脚本こうシリーズ構成として。なるほど、お父さん入りましたんで、はい、お楽しみですね。担当から聞いた話によると、ちょっとバイオレンスな、バイオレンス事件がバイオレンス系、なんかちょっと結構あんま言うとネタバレになるか言えないですけど、おー、なんか大丈夫かな女子って言ってました。そのシナリオっていうのはこっちに流れてこないんですか。見たいね。だって同じ声優なのにね。そうだ、声優なのに読んで。そうだ、おかしいよ。すいません。じゃあ、はい、今日何持ってきたんだお前は。今日は前回がそのひどいってすごい言われたので、リベンジするためにあのヘッドマウントディスプレイ持ってきました。あ、持ってきた、ついに。7月19日から開催しているサイコパスル夏の、あのサイコフィルムっていうお台場のアトリウムでやってるやつなんですけど、各キャラの映像が見られるっていうやつを今日お持ちしました。今回はこの側だけじゃなくて、見れる、側だけじゃなくてちゃんと見れるんで。じゃあ関さん、今日は鴻上の映像をお持ちしたので。マジでか。大型のなんかサングラスじゃないけどね。ああ、すげえな、意外と、わ、本当だ、映画館で映画見てるみたい。すごい、楽しい。なんか内容よりも完全に機材の方にこうしてます。うわ、これいいね。すごい、あ、こんなにすごいんだ。 3D ちゃんと飛び出して見えるし。そうなんですよ、奥行きがあるよ。奥行き、しかもどこ向いてもやってっから何しながらでも映画が、あ、そうです、自分一人大画面。そっか、寝返り打ってもいいんだ。すごい、このぐらいに見えるよ。このぐらい手広げてる。何インチぐらいですかね、実際。始まった、始まりましたか。どんな内容なんだ。あ、シビラシステムのマークが出てる。多分私たちの会話聞こえてないかもしれない。あ、そっか、くるくる回ってる、会話してるようでしてないね。アクセス許可。ファイル名、あ、ちょっと関さん、ネタバレになっちゃう。関さん戻ってきて。彼の名は、あー、関さん。言っちゃダメだよ。すげえ、関さんかっこいいな。榊原さんの声が、ちょっともう、あの、もう奪っちゃってください、あの機材。もうお願いしますよ。関さん帰ってきてください。やだよ、もう帰ってきて。なんで見せてよ、もうちょっと。なんでなんで、やだやだ。早く戻ってきて。君たち進めてなよ。俺見てるから。面白いもんこれ。やだやだやだ。ダメダメ。これあれだね。映像切っちゃいましょう、映像。外から。榊原さん止まっちゃったよ。強制執行。マジでもう見たかったのに。強制的に止めます。これあれですよ、榊原さんがやってる加勢上州が、なんか鴻上のプロフィールをチェックしてるみたいな、雰囲気。鴻上のあれが分かる。鴻上のあれが分かる。あれが見えなかった。どんなあれな、あれを見えなかった部分が見えてくるんですね。そうなんです。そうそうそう。すごかったですよね、あれの大きさが分かる。あれの大きさも私も来た、ね、あれの、そうそう、あれの大きさが、あれの大きさが分からないですけど。分かりました、心の広さ。あ、まあ、心の広さ。そうです、そうです。いや、すごい、これは、え、これが全キャラクター分あるんですか。鴻上ギノザ、あかねちゃん、牧島かな。いいな、はい、これがどこで見られるの。これがお台場のメディアージュのとこのアトリウムっていうね、映画館の前のスペースに今、やってますんで。もう現状やってる。やってます、やってます。で、その週によってそのキャラクターの上映してるものが違うので、ぜひぜひ。あ、そうなんだ。はい。なんで、あの、何度も行かなきゃいけないね、じゃあ。毎週通ってほしいぐらいな。そうだ。え、これ見んのはいくらぐらいかかるんですか。これただですね。ダーターで。ダーターで見られます。ただより怖いものはないよ。その代わり何かを奪われてしまう可能性がある。横で、あの、物販とかやってるんで、ぜひ、まあ。なるほど、そこでこう、お土産気分でね。買いたくなっちゃう。帰ってってもらえるわ。なっちゃうテンションになりますよね。他には以上ですか。あ、それをやってるんですけど、その横で、先日、あの、お台場の東京ジョイプリスさんってあるじゃないですか。
はいはいはい、そこでガンシューティングをやってますよね。やりますって言ったじゃないですか、うん、そこでお土産を売ってるんですよ。はい、これぜひ買ってほしいなと思うんですけど。おじゃーん、箱が出てきました。でプリンスカン広報生になってきましたっていう。どういう意味ですか。お菓子です。もともとガンシューティングの広報生になってきました。よくどっかに行ってきましたみたいな。なるほど。あ、そういうことか。だんだんなってきたじゃなくて、じわじわとなってきました。そっちかと思っちゃった。じゃなくてよく観光地とかに行ってきましたっていう、体験してきましたみたいな。そうですそうです。はいはい、ガンシューティング の、 とこに売ってますんで。なるほど。これぜひ、中はプリントクッキーなんでキャラの絵が美味しい、美味しい味がするんですね、きっと。これ箱だけで中身がないとかじゃないですか。あ、入ってますよ。ぜひ食べてください。すごい、はい。そしてまだ他にもお土産がありますあります。これも売ってるんですけど、イーマノドアメさんとのコラボで、はい、お売ってます。ギノザとウコオガミ、アカネちゃんの本当だ3タイプ売ってます。味覚とこれも売ってるんですか。これ売ってます。へ、これギノザ、ギノザ味、うん、ギノザ味、これコウガミ味、コウガミ味、みんなグレープなんですよね。全部同じ味。全部同じ味です。でこれ実際にそのガンシューティングのメインビジュアルってドミネーター持ってる絵を使ってるんですけど、はい、ノイタミナショップではチミキャラの方のバージョンが出てますんで、あ、そうなんですね、全部コンプリートしてほしいなと。そこでなら買える。そこで買えます。なるほどなるほど。ぜひぜひ買ってください。はい、わかりました。食べて大丈夫です。ありがとうございます。クリアファイル売ってます。これがね結構ね役立つんですよ、クリアファイルが。ね、結構原稿とかを入れとくのに。そう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 、ぜひA4クリアファイル、これサイコパスシューティングの、ザシューティング、シューリング、シューリング の、 メインビジュアル使ったクリアファイルになってます、はい、これ売ってます。あ、味覚糖のこののど飴超うまい。うまいですか。うん、止まんなくなっちゃうんですよ、これ。味もいいですよ、すごい酸っぱくて、ね、だいぶ遊んでて小休憩に食べていただきます。あとここにはちょっとお持ちできなかったんですけど、はい、うん、ジョイポリスさんでドリンク売ってるんですよ。各キャラのカラードリンクっていうのが売ってて、うんうん、それを買うとこのギノザとコウガミとアカネちゃんのステッカーがもらえちゃう、もらえますんで、そうです、そのドリンク買ったキャラのやつがもらえる。なるほど。でノイタミナショップではコウガミの別バージョンの絵と、うん、マキシマとカガリが売ってます。だから全6種類。じゃあ6杯飲む、6杯飲めばコンプリートできます。これはぜひ嬉しい、買ってください。ぜひぜひ。本当にもうお台場はサイコパス一色ですね、うん、これは。もうだいぶ盛り上がってるはず。行こう、お台場。以上ですか。というのと。